こんにちは。理学療法学科の山科義弘と言います。よろしくお願いします。まずですね、実習についてお話をしていきたいと思います。実習ですけれども、1年生と2年生の時には、主には関連実習施設で実習を受けていただく形になります。これはですね、大学のすぐ横にですね、愛の病院と介護老人保健施設愛の園という施設がありますので、そちらの方で実習を受けていただく形になります。なぜこういうふうに早い段階から実習に行っていただくかといいますと、主には社会性を身につけていかないといけないなということを感じ取ってもらうというところと、理学療法士の仕事のイメージを早い段階から身につけてもらうというところが目的になっています。では、3年生と4年生になったらどうなるかといいますと、3年生では外部の実習施設、4週間ですね。で、4年生では8週間を2回行っていただく形になります。じゃあ、どういったところに実習に行くのかといいますと、ね、実習登録施設数、これ全国に300施設以上ご登録をいただいております。この数はですね、とても多いんですね。なぜですね、全国で、こういうふうに300施設以上もですね、愛の大学の学生さんを見ていただける施設が増えてきているのかといいますと、専門学校時代を合わせますと、専門学校、そして大学の卒業生を合わせますと、1800人卒業生がいます。この1800人っていう数は、一旦聞くととても少ないなというふうに思われるかもしれませんけれども、とても多い数なんです。ただ、卒業生が多いだけではなくて、その卒業生が全国の各ご施設で非常によく頑張っていただけているんですね。で、その結果、私たちの施設でも、愛の大学の学生さんを一緒に見ますよというふうに言っていただけている施設が、年々増えてきているという結果になっています。では、次なんですけれども、次に国家試験について説明をしていきたいと思います。こちらはですね、下にあるのが全国平均の国家試験の合格率、で上が愛の大学の国家試験の合格率になっています。今年でいきますと 97.7% で、全国平均が 79.0% という形になっています。この今年の 97.7% というのは、大阪府内の大学でいくともうナンバーワンです。そして受験者数が86名に対して、合格者数が84名という形になっています。1年生と2年生は、入学定員が100人になっていますけれども、今の3年生、4年生は入学定員がまだ80名という形になっておりますので、今年の卒業生も82定員となっていました。そこで86名が受験して、84名が合格という形になっております。実はこの84人の合格というのも、近畿圏の学校でいきますと、この数もナンバーワンになっています。このように見ていただきましても、愛の大学の理学療法学科では、開学以来、この全国平均を下回ったことは一度もありません。なぜこういうふうに高い合格率を保つことができているのかといいますと、自分でですね、問題を見つけて、調べて解決をする能力を1年生の時から身につけてもらうように促しています。それにグループワークをたくさん各授業で取り入れておりますので、自分の意見を言うだけではなくて、相手の意見をしっかり聞けるという人材の育成に力を入れておりますので、その結果が4年後にこういう結果になってきているのかなというふうに考えております。では最後に、就職について説明をしていきたいと思います。就職ですけれども、就職率はですね、100% になっていますが、これも開学以来 100% になっています。ただですね、医療系の学校であれば、この就職率というのはほぼ 100% かなというふうに考えております。ただ違うのはですね、こちらになります。充実した求人施設数ということで、2021年の3月までの求人施設でいきますと、500施設以上の求人施設がいただいております。大体1施設3名から5名の求人が出ますので、求人数でいきますと、2500人以上の求人が愛の大学の方に来ていたという結果になっています。これもですね、卒業生がたくさん出ているというだけではなくて、その卒業生が各ご施設で頑張っていただけている結果ではないかなというふうに考えております。ざっと説明をしてきましたけれども、こちらで実習、それから国家試験で就職についての話は終わりたいと思います。